今朝、松本市で77歳の男性が熊に襲われました男性は顔などを引っかかれたものの命に別状はないということです今朝8時半ごろ、松本市あず川上野の畑で77歳の農業の男性が熊に襲われました男性は熊に引っかかれるなどして顔や腕に怪我をしていて家族が市内の病院に連れて行きましたが 命に別状はないということです警察などによりますと男性は林のそばにある畑の近くで猿を追い払うために花火を使っていたところ突然クマが現れて襲われたということです男性を襲ったクマはまだ見つかっていないということで警察や市などはパトロールをして近くに住む人たちに注意を呼びかけています